餃子はそんな別に言うほどあれですよ。なんかあのファンの皆さんがあのネームボードみたいなの持ってくるじゃないですか。餃子って書かれてるんですけど、書かれたとって俺は別にそんなに餃子って言われて俺どういう反応していいか分かんないですよね。なんでそんなでもめちゃめちゃ美味しいみたいなそれぐらいです。寝起きからは決まってないですね。だいたいでも晴れてたらちょっとテンション上がるんですけど、自分でテンション0100、あでもゼロじゃないんですよね。でも俺ゼロにななんだろうな、怒ってると思われるんで、そうですね、またゼロの日は何も考えてないか他のこと考えてるぐらいですね。あんまりその服やアクセサリーを買わないんで僕は。あ、サングラスはいっぱい持ってます。何の弁当が好きかな、中華ですね。中華の弁当は美味しい。でも全部美味しいんですけどね。麻婆豆腐ですかね。麻婆豆腐あったら、でもなんかよく中華の弁当出てくるとき麻婆茄子なんですよ。豆腐が良かったなとか思うんで、まあ茄子も美味しいんで食べますけど、何でも食べさせてください。最近友達の誕生日で、今絵描くのにハマってて、アクリル絵の具で、で絵をあげました。その人にイメージして絵をあげました。どっちも怖くないですね。自分の目標として海外進出っていうものをずっと持っていて、でなんで海外の人にも幅広く認知されたいということで英文で書いてるんですけど、あんまりその SNS に疎くてですね、ハッシュタグとかはあれなんですね、海外の人どういうハッシュタグ見るのかなとか思ったりして、逆にファンの皆さんに聞いてみたいですね。ファンの皆さんの方が分かれてそうなんで。餃子好きになったきっかけないですね。もうただ好きだ。確かに、なんでだろうな、よく作るように、自分でよく作るようになってからが多分餃子好きっていうなんかイコールに多分なったんだと思います。週1は食べてるかもしれないですね、餃子。どっかの店の最近持ってきてくれるじゃないですか、なんとかイーツみたいので、なんでそれで週1回食べてますね。そっとしておいてください。